もともとはドライバーで、採用していただいたんですけれども、昨年の10月から、介護職員ということで、もう少しこう働かせていただこうかなというところで、ドライバーのうちは分かんなかったんですけれども、4ヶ月介護職員になってですね、他のスタッフの人がものすごいパワーをですね感じまして、みんなニコニコ笑ってね、やってるんですけれども、そのパワフルさにはこう本当にもう驚きます。座り仕事をずっと自分もやってきてましたので、体を動かし続ける、これがね結構新鮮です。何でしょう、お金だけじゃなくて、これ正直なんですけど、ちょっとね楽しいんです年齢をこう顧みちゃうと、なんかこうできるのかなみたいなことをちょっと考えがちですけど、やっぱりわからないですけれども、そこはこう全くこう今働いてる途中では関係ないというかですね、自分がいくつっていうのはあんまりこう気にしなくなりましたので、それ集中してるってことですよね。そうですね、こちらで働いてる時は本当にあっという間なんですね。まあいろんなご病気とかもねあると思うんですけれども、なんだろう、ちょっとこう笑いとかですね、ふざけた言葉のやり取りとかでちょっと癒されるんですね。そよ風さんで働いてる今自分がですね、楽しいですね疲れるけど富澤センター長もものすごく面白い人なんで本当だから、ここの施設の方って、本当に多分みんな口にはしないけど、それぞれ苦労されてきたりとか、いろんな思いがあるけれども、それをなんかちゃんと消化して向き合って、そうですね。いかにこう、なんていうんでしょうね、こう体と頭を動かして、やれることを目いっぱいやって、っていうなんかこう余計な邪念っていうか、雑念ないですよね。雑念ない、なくていられるというかですね。だから、そうですね。だからすごいピュアです。ここで働かせる時間は。我がでいられる仕事ですね。そうですね、笑顔になったり、ありがとうになったりいうのが本当にこう新鮮に嬉しいですし、見つけますかね。